サイズ編集長の星です。このコーナーではですね、毎回、僕がおすすめする、素敵なアイテムをですねご紹介してるんですけど、今日はですね、いつも星葉さんどのシャツ着てるんですかってよく言われるんですけれど、今日はカミチャニスタというブランドがありまして、このシャツですね、このシャツを僕非常によく着てまして、このシャツをご紹介したいんですけど、今僕が着てるのもそうなんですね。白いシャツってやっぱり白いまま着たいじゃないですか。だから3万円とか4万円とかね、なかなか高いシャツっていうのは僕なかなか着ないんですけれど、中でもですねこのシャツ非常によくできていまして、レオナルド・ブジェッリっていうイタリア人がいまして、その方がわざわざですね中国まで行って、中国人たちに作り方を全部縫製をですね完璧に教えて、素材に完璧にこだわって作ってるのがこのシャツなんですね。だからある意味イタリア仕立てとほとんど同じような仕立て方になってるんですけど、マニカスポタータって言いまして、このシャツのですね袖付け、ここですね非常によくできてまして、運動量、それからですね着心地にも左右する部分なんですね、非常によくできてます。で、これは白のブロードですね。で最近ですねもうこの 5,6 年僕ずっとこのカミチャニスタのシャツ着てたんですけど、ちょっと襟越しが高いな、それからストレッチが効いてたらいいなってことで生まれたのが、このシャツです。ちょっと襟が小さくなりました。それから、ストレッチが効いてます。1枚実は 5,000 円なんですね。こういうものはもう3枚4枚とまとめ買いしていただけるといいと思います。ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。